SF90 マークスマンはフィンランド陸軍が装備する対空戦車である。SF90 マークスマンは日本語に訳すと90式マークスマン対空戦車の略である。T-55AM の車台にイギリスのビッカース社が開発したマークスマン砲塔を搭載している。なお、マークスマン砲塔は文字取り砲塔部のみに全機能が集約された汎用の 対空射撃システムであり、各国各種の戦車車体に搭載が可能である。砲塔は左右側面にスイスのエリコンミリ3 5トル対空機関砲軽打を1問ずつ装備している。後方上部には、捜索距離1 2トル追尾距離1 0トルの捜索券追尾用、レーダー1機が搭載され、必死用時には後ろに倒すことができる。 また、計測可能距離 8km のレーザー即機付きの2、軸安定化光学照準装置2機を装備しているので、レーダーと光学照準装置で最大3目標の同時追尾が可能である。補助動力装置はディーゼルエンジンで砲塔後部に搭載されている。フィンランド陸軍は百八十八年十二月から七両購入し、百九十一年十月から 納入された。しかし、1992年に不具合が発見されたため、1993年から1994年に回収が行われ、1996年から実戦配備された。2010年に一旦退役したが、2015年から、砲塔をレオパルトネ A4 戦車の車台に乗せ替えた s フレオパードにマークスマンとして再配備された。 ありがとうございます。